はい、皆さんこんにちは、ラジオマンジャックです。はい、今は暴言ラジオとしてね、最近ね、何でもかんでもありって感じになっちゃったんだけど、はい、はい、多分ハリウッド今年最後のラジオマンジャックかな。もうね、言いたいことがいっぱいあるんで、デタラメになっちゃうかもしれませんけどね、楽しく言ってみたいと思います。はい、もうね、今ね、なんかほら、あのアメリカではほら、あの今日本でも騒いでるね、韓国 の、 あの日照期問題の中でコリアンタウンで壁の絵を消すとか 消さないとかね、消さないって話になったらしいんだけど、あの実は本音としてはね、アメリカ人はやっぱり韓国人は日本人に確実に差別してるんですよ、ね、言わないまでも、ね、日本を守るって言ったけど韓国人はね、そんなことだって韓国人が怒るんだけどね、はい、まあその話は関係ありませんけど、はい、今回いろいろ言ってみたいんです。超能力勝利宣言の話をしようかな、うん、まあそんなわけでね、エスパー伊藤の引退とかいっぱいありますから、4年前の話をやりましょう。いいですか、暴言で詰めちゃうわけで、暴言ね、はい、はい、行きましょう。それではラジオマン、じゃあ暴言の話、はい、っていうわけでございます、はい、ね、でみゆちゃん、なんかあの今言いたいことある、暴言でない、あんまり暴言で、あなたが暴言言ってられて俺はコーヒーをすすれる、うん、いやあんまないよ、そんなにない。で俺ね、最近ね、分かったこと一つあったんだけど、みゆ、うん、ちゃんにもらってね、やってみて試してみたら、歯が右に2本、左に3本、うん、ね、上に4本、下に1本しかないけど、ガムが噛めるってことが分かったんだよね。3本で歯はね、3本あれば噛める。だから、うん、左 の、 上の2本と下の1本で物食ってんだけど、うん、ガムが噛めた、それなんかね、口の中すっきりしてて、とっても嬉しかった。あれかもね、切り取るとかいいよね、やっぱね、うんうん、それをね、発見です。ね、うん、でね、先に報告です。もうね、これあのこの話ばっかりなんで、そろそろ終わりにしたいんだけど、はい、次に行きたいんだけどね、あの超能力論争っていうか、うん、あるかないかの話でさ、ほら超能力イベントやるじゃない。やりますね。でね、いろんなとこに声かけたんだけど、うん、まあ、みんな反応を沈黙された、うん、学者が何かということは、もうどういうことかって言ったら、あの俺一応5000人いるし、それ以外にもメディアいっぱいさ、あれくっついてるのに、うん、なんで、ね、誰も挑戦してこないかって、超能力者いないからなんだよ。で学者も超能力信じてないから、うん、ね、でマジシャンだから超能力じゃないだろうと思われてるから、俺ムカつくからさ、そういうのさ、うん、ね、だからそういうあのもう超能力でね、俺なかったらなんかね、あの、うん、プレゼントでも何でもアメリカでもね、招待しようかなと思ったんだけど、うんうん、だって超能力だから、本物だったらね、うん、そうそう、だからいや俺は本物だからね、俺が偽物だって誰か暴いてくれたらってことだ、ね、ああそうか、だから絶対大丈夫じゃん、うん、俺の要するに俗に言うフォースだからね、うんうん、だからそんなことも含めてね、やって誰も来ない、うん、でいろんな人たちから挨拶は来たんだけど、いやその日は都合悪くて、だったら逆に挑戦してほしいじゃない、いつ日だったらここに来ませんかと、来てくれと、そしたらね、俺挑戦しようね、うん、でもないんですよ、うん、日程出してくんない、絶対やんないよね、だってあの俺ぐらいちゃんと現象が出せるやつってさ、やっぱさ世界中にいないから、うん、本当世界にいないからね、うん、みんな都合悪くなっちゃったりさ、今日の調子悪くなっちゃったりするじゃん、みんな今日は調子悪くて超能力が起きない、あと疑ってる人間がいるからダメだとかさ、ね、うん、人を飛ばすのは波長が合わないとかさ、意味わかんねえ、そんな人が多いじゃん、うん、だからあのなんだか、あと空中浮遊をさ、写真で撮るとね、カメラが壊れるとかさ、人の骨が折るとか、うん、俺そんなことないよ、うん、普通にやったら、 だ、 だからね、その話も含めたら勝利宣言しちゃったの、うん、でね、じゃあどういう風にかっていうのは、あのラジオの中でね、うん、あの、うん、臭いのことばっかり実際やるんだけど、どうしてそういうことができるのか、あのなんだろう、あと仕事に生きるかとかさ、お金持ちになるかっていろんな人いるじゃん、うん、早く気が付いてりゃよかった、俺金持ちになれたと、うんうん、まあいいんだけどね、だからそういうもんじゃねえんだよな、うん、うん、やっぱりこれはね、本編でもね、ちょっと本編っていうか、そうじゃなくてね、うん、超能力の講座の中の、ラジオをやってんだけど、ラジオでも話そうと思ってんだけど、うん、第6巻みたいな話、第6巻、うん、4巻じゃねえ、4巻じゃねえ、ね、これ俺すごいんだよ、うん、いいも悪いも、うん、中国共産党のさ、パーティーでさ、うん、あ、そろそろフィリピンで地震が起きるって、次の日でっかい地震起きて大変だったでしょ、本当だよね、だからもう大変なことになっちゃって、俺預言者だからさ、うん、だから中国じゃ預言者なんだよ、うん、だからそれこそさ、あの、ね、なんだっけ、総理大臣殺せとかさ、なんか言われちゃってさ、なんか中国のためにやってくれたらとか言われちゃうんだよ、うんうん、だって本当さ、中国スパイになれって言ってくんだよ、であいつら中国共産党のさ、本当幹部が冗談でスパイになれって言うわけねえじゃん、うん、だからやばいんだ、中国行かないもん、そうだね、うん、嫌だね、ね、うん、まあ、本当にね、魂売るのは嫌だね、そう、世の中いっぱいあってさ、だから最近ね、本当にね、一つ外したのが日朝、うん、じゃあ米朝首脳会談、 あれでこれ外したんだよ、あの時さ、情報入ってこなくなっちゃったね、日本に行っちゃった時に行っちゃったからね、だけどあれだけ外したけど、それ以外は、うん、あの、まあ、全部だね、うん、うん、してるから、まあそんなこともあってね、あの、まあ、超能力じゃないけど勝利宣言しましたってこと、はい、うん、ね、まあ、これでね、あとはイベントをやるだけです、うん、でね、来年からは日本でさ、うん、超能力って言ってる人は、うん、それで何かやってんの、ビジネスしてんの、いやだから
いやそれみたいないっぱいいるじゃない、そういう霊を払うとかいうのも。ああいう、まあ、サイコパラだけど、うん、それだからフィリピンが最初はかけて会えなかったんだよね。本当にそう会えないんだよ。だから俺も一生かけて会えないだろうなと。いなかったんだよね、うん、だから何、ね、でもいいけどさ、その超能力って言ってるマシャンたち、うん、ね、みんなもねコメント欲しいよ、うん、ね、あんたの本物じゃないともいいさ、あいつは本物だともいいから、うん、それを俺にぶつけてくれたら、でなんだっけ、うん、悪魔の指紋どうし、俺は悪魔のあんたって言われてさ、今わかんないんだけど、うん、まあそれはねあれだけどね。だから俺がね言ってるエスパー伊藤君ってのがいて、唯一本物の超能力と俺が言ってるね、うん、魚に好かれてる男だけど、鳥とかね、まあ、うん、結局そのエスパー伊藤っていうのは、あ、それ言うとうちの弟の話もしとこうかな。あ、そうだ、ね、小さい頃うちの弟ってのはね、小さい頃ね、やっぱ交通事故であの頭打っちゃって頭蓋骨骨折しちゃってさ、ずっと入院して強い薬飲まされて、うん、簡単に言うと抗うつ剤みたいな薬だったの。でもあの小さい頃から学生時代までの人生台無しにしちゃった男なんだね、うん、で自衛隊で立ち直ったっていうすごいさ、うん、変わった主なんだけど、うん、病気でっていうかな、その怪我から来て立ち直らなかった時に、うん、彼には異常なほど動物が懐いたの、その鳥、あれは恐ろしかった。鳥と会話ができる、すごいね。で本人は会話してるつもりもないんだよ。だけど気持ちが通じ合っちゃって、鳥がねとにかくものすごくうちの弟も大好きなの。へ、ありえないぐらい、そんなに鳥に人気ないか、うん、あとね、めちゃんね、そこらちゃん牛も慣れてたんだよ。で養護施設に預けられちゃう、うちの時代ってのはさ、あの怖いんだよね。うちの親父がさ、昔あの若い頃ね、うちのじいさんがあの自分 の, あの兄貴だったの、長男が小児性あのなんだっけな、小児麻痺のなんかのあれでさ、脳膜炎かなんかなっちゃってて、うん、それはもうあの柳田家の恥だってんでさ、蔵に閉じ込めたんだよ。昔の人ってそうなの。うわ、怖いな、うん、だから結局そういうような感覚があるでしょ。だからあの俺は優秀だったんですごく、うん、怪我もなくね。ところがうちの弟は交通課でダメにしちゃって言っちゃったら、もうダメって言っちゃうんだよ、うんうん、だから養護施設に預けるとかさ。本人なんか養護施設が行きたくないよね、小学校に3年生とかね。そうだよ、やっぱね、うん、両親と離れたくないんだよね。そう、そんなことがあって、まあその親父がね、あのうちの弟が一生恨んでお前のこと墓なんか入れてやんないって言いながら、今一生懸命墓守ってくれてるけど、うん、あのとにかくね、そういうのがあるので、エスパーもそうなんだよ、鳥とか魚、うん、で彼はあの要するにさ、お笑いにしちゃうから失敗するとこは面白いって言うんだけど、うん、成功するなんて本当成功できる男だったね。あれはね本当すごいなと思った。まあ、あの引退だってことで体がもうすごいんだって、股関節が開かなくなっちゃって、前屈もできないぐらいもう体も痛めつけて、だってパラシュートつけて、パラシュートってさ、ある程度ないと開かないじゃない、ね、学校の3階から飛び降りるとかさ、絶対無理だよね。そんなことばっかりテレビにやら、俺たちやらせてたんだけど、うん、まあ、だからエスパーだったら死なねえからいいだろうみたいな感覚だったらテレビ悪いと、これに言ってるだけでね、うん、まあね、いろいろありましたよ。でまあね、その勝利宣言の話だけじゃないんだけど、まあ、世の中ったらね、そうやって理不尽な話がいっぱいあるの、うん、ね、だからラジオワンジャックは今後もね、もう何でもありでいこうかなと。面白い話だけじゃなくて、うん、何でもありだね。何でもありだと思うよ、ね、またヘリコプター来た、うん、ヘリコプター来たね。山崎あの翔君に言わせてみると、これが鹿間を守ってるっていう言ってたね。なんか犯罪がないのね。いいんじゃない、犯罪いっぱいあるじゃない。ね、はい、犯罪いっぱいあります、まあね、この間これ来たさ、うん、メキシコチームの人は、うん、UFO 追っかけてると言ってた、ね、かわいそうに ね、あの中山さん、中山昇さんね、UFO があのなんかヘリコプターだっけ、そうヘリコプターが UFO 追っかけてあっちの方行ったって言って、すごい真剣に、まあ、でもその UFO の話を見ると、ね、いっぱいね、 UFO の話もいっぱい書いてる人いるんだけど、俺はね、うん、UFO を信じるとか信じないじゃなくて、いっぱい見てる、うん、山ほど見てるからね、うん、だからあの俺はほら天文学者だから、あの UFO かどうかってことで分かるから、たくさん見てます、うん、だからそれに対してうんちく垂れるつもりはないのね、うん、であるんだよそれは。だからあるのが何かは別だけど、うん、いっぱいあるってことだよね、うん、で世の中はね、不思議なこといっぱいあるの、ね、俺だってさ、63歳になって初めてね、この超能力ってものをさ、詳しく調べてね、考えてみたって、あ、これなんだな、こういう風にやって鍛えればできるんだなとかさ、そういうことが分かったぐらいだから、うんうん、だから超能力の鍛え方はね、これね、超能力 DVD を買った人だけに音声 の, あのラジオを、ね、送るんで、皆さん、ね、よかったらね、買ってくださいって感じでね、うん、で今回はもう本当にね、あの旅の中で絶対やりたいことなの、日本に行った時、うん、うまいトロを食いたい。おトロなんだよ、やっぱね、あのマグロがうまくないんだね最近、うん、だからそこら辺を考えてね、うまいトロ食いたいなと、安い寿司屋でもいいから、うん、何でもいいからうまいトロが食いたい、刺身寿司ね、これだと思ったね。あとアンドリューを連れて飲み会やります。お、うん、アンドリューの飲み会は、アンドリューは名古屋の山ちゃん、
ね、とかね、いろんなところで飲み会あるからね、これもみんな来てほしいね。ね、日本食通だからね。ヤムちゃんとか言ってたよ。本当よくわかんない。ヤムちゃん。本当ね。はい。まあそんなことでね、いろいろお話しましたけど、もうすぐ日本ですね。日本でも皆さんラジオマンジャック撮りましょうね。28日から撮ったかな。はい。ということで、到着し次第ラジオ撮るということです。よろしいでしょうか、皆さんね。それでは皆さん、ということで、また来週、日本で。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。